ビブラートユニット。ビブラートユニットとは一部のエレクトリックギターに搭載されている音程を連続して上下させる機構のこと。エレクトリックギターのブリッジやテールピースの位置を連続的に変える、揺らすことで音程を連続的に上下させること。ビブラートを可能とした装置である。フェンダーストラトキャスターなどのように標準状態で搭載されている場合もあれば。 後付けで搭載される場合もある。ビブラートユニットには金属製の棒や細長い板、アームが装着されており、これを手で操作するアームダウン、アームアップことでギターのブリッジやテールピース、あるいはその量の位置が連続して変わり、その結果として弦の張力が変化し、音程も変化する。ビブラートユニットにはチューニングが安定しないなどの欠点があるものの、 他の双方では実現できない効果が生まれるため、欠点を補って、あまりある魅力がある。この装置の名称は、学術的に定められているわけではなく、多様な呼び方が存在する。操作部、アームの名称から、単に、アームといった呼び方をされる場合もある。また、ワミーバーなどといった呼称も存在する。講談で説明する、シンクロナイズドトレモロユニットのように、 ビブラートユニットをトレモロユニットあるいはトレモロアームなどと呼称することも多い。これはフェンダー社が自社のビブラートユニットにトレモロという言葉をご用して付けたためと言われている。トレモロとは本来音量を連続して細かく対称させる演奏法のことであ、音程を連続した変化させることではない。音程を連続した変化させることはビブラートと呼ぶ。 主に、ストラトキャスターに取り付けられている、ビブラートユニット、従来から存在していた、ビグスビー、後段で説明などに比べると、音程の変化の幅が非常に大きく、チューニングの狂いも少ない。これは、ユニット全体の可動幅が大きく、しかも弦を固定する、テールピースと弦長を決めるブリッジが一体になっている、ためである。 ビグスビーなどはブリッジが固定されているピースのみが動く。後段で説明するロック式トレモロも大半はシンクロナイズドトレモロの発展改良版といえるもので、主にユニットが抱える細かい欠点を改善したものが多い。本来はフローティング状態、ユニットがボディから浮いた状態が基本だが、ユニット裏面のスプリングを締めることで、 ユニットをボディに密着させることも可能。ボディに密着させて、アームを取り外せば、ビブラートユニットがないのと同じ状態になり、チューニングのクレイなど、ビブラートユニットの欠点を、ほぼ解消できる。フローティング状態にしかセッティングできない、ビブラートユニットも多い中、これもシンクロナイズドトレモロの大きな利点と言える。1960年代後半に登場した。 ジミ・ヘンドリックスが大胆な使用法を発案し、シンクロナイズドトレモロの人気は一気に高まった。ヘンドリックスのような大胆な用い方をすると、どうしてもチューニング、長弦が安定しなくなってしまうが、後年開発されたロック式ペグや、ローラー式ナットにより、こうした問題もある、程度改善された。アームがねじ込み式になっており、アームのねじ山が常に直接ブロックに当たっているため、 ブロックのアーム穴が消耗するという欠点がある。長年使い込まれたブロックはネジ山がすり減り、アームが外れてしまう場合も多い。近年ではアーム穴の縁にクッション加工したものが流通している。シンクロナイズドトレモロユニットはフェンダー社、フェンダー USAA、フェンダージャパンなどの商標で、主にストラトキャスターに取り付けられている。 それ以外にもフェンダー製の一部のギターにシンクロナイズドトレモロが採用されているモデルがある。フェンダー社製ギター以外に取り付けられたものをシンクロナイズドトレモロユニットと呼ぶことはない。後藤ガット社の GE101、102シリーズなど外見も仕様も全く同一の他社製品も存在する。またギター部品商社のオールパーツジャパンは後藤ガット製の蒸気製品を シンクロトレモロユットと呼んで販売している。アメリカンスタンダードなどのモデルには、シンクロナイズドトレモロを発展させた、アメリカンスタンダードトレモロが装着されている。シンクロナイズドトレモロは、ユニット用道の支点が6本の木ネジになっており、支点の位置が明確に定まらず、摩擦抵抗も大きい。それに対して、アメリカンスタンダードトレモロは、 ユニット用道の支点が左右二つのアンカーになっており、ユニットとアンカーの接触部が鋭角に成形されているため、支点の位置が明確で摩擦が少なくなっていて、チューニングの安定度も向上している。1940年代、ポール・ビグスビーによって開発された、ビブラートユニットの元祖的位置づけにある、ビグスビー社によって製造されており、主にグレッジ、 ギブソンの一部のギターに採用されている。また、フェンダー社のテレキャスターにもビグスビーが搭載されているモデルがある。現在、ビグスビーはフェンダーの子会社となっている。ギター本体に切削などの大きな改造を施すことなく後付けできる点が長所。また見た目がクラシカルでファッショナブルなため、その点でのファンも多い。 後に登場したシンクロナイズドトレモロなどに比べるとビブラート効果はソフトである。シンクロナイズドトレモロなどに比べ音程の変化幅が狭くチューニングの狂いも起きやすい。これは可動部がテールピース弦の後端を固定する部分だけでブリッジ弦長を決める部分は固定されておりブリッジと弦との摩擦が大きいのが原因である。チューニングの狂いは ブリッジの足にたわみを設けたり、ローラーブリッジに交換したりすることで、ある程度までは解消できる。フラットトップ用のテンションバーは B5、アーチドトップ用、テンションバーありは B7、テンションバーなしは B3 という名称となっている。フェンダーテレキャスター用に製作された B16 や、フェンダーが発売している、アッセンブリがセットになった、ビグスビートレモロ、ビグスビー製品にも、 トレモロと名付けているも存在する。B16 はテレキャスターに取り付ける際にネックやザクり調整を行う必要があると公式ページに記載されている。ユニットの爪にボールエンドの輪をはめて弦を張るためフェンダーなどのブレッドタイプのボールエンドの弦では使用できない。弦を張るとアームがボディ側へ下がるフローティング状態になる。アームが下がった分は アームアップできる。1958年に発表されたフェンダーチャズマスター用に開発されたもので、1961年発表のベースバイ、1962年発表のジャガーにも採用されている。アームの操作でテールピースが動くのだが、それに合わせてブリッジも動き、チューニングの安定度を高める仕組みである。ブリッジの足の先の尖ったネジがボディに打ち込まれた。 すり鉢状のアンカーの底に点で接しており、アーミングに伴って溶動するという仕組みである。ブリッジが固定されていない、フローティング状態ことが名称の由来である。アームの装着方法は、シンクロナイズドトレモロのねじ込み式に対し差し込み式となり、着脱がより容易になった。アームを使わない際にテールピースを固定する、トレムロックという機構を備えるが、 ライトゲージには対応しておらず、現在ではその機構が使用されることはほとんどない。その操作ボタンはバズストップバーン、弦落ちを防いでサステインを稼ぐ他社製パーツの取り付け台座にされることが多い。シンクロナイズドトレモロなどに比べアーミング操作が非常に軽いのが大きな特徴であり、繊細なビブラート効果を得やすい。またアームの動きが柔らかいため、 クリケット奏法、アームを叩くなどして、微振動を起こし独特のサウンドを得るにも向いている。ブリッジとテールピースの距離が長いため、その部分の弦を引く奏法、ブリッジ外奏法も行いやすい。フェンダーが1964年に発売した、ムスタングのダイナミックビブラートは、シンクロナイズドフローティングトレモロの発展型といえる。1967年に発売した、テレキャスター専用、 ビッグスビートレモロユニットにもフローティングトレモロと同様の機構が盛り込まれている。フェンダーはストラトキャスターのシンクロナイズドトレモロよりチューニングの安定度が高いという異性を主張し60年代前半のサーフミュージック前世紀には高い人気を誇った。しかし音程の可変幅がシンクロナイズドトレモロより小さくブリッジ位置が安定しないため実際にはチューニングが 狂いやすい。ブリッジとテールピースの距離が長いため、現在主流の細いゲージの弦を張り激しく演奏すると弦落ち、弦がブリッジから外れるを起こしやすい。フローティングブリッジはボディ側に点で接触しており、弦振動がボディに伝わりにくい。こういった欠点がクローズアップされ、ディストーションサウンド、歪んだ大音量サウンドを頼る60年代後半以降の ロックミュージック牧ー期には人気が低下した。1981年にジャズマスターの生産が終了するとともに、フェンダーのカタログから消えたが、後にジャズマスターやジャガーのリーシュー、再生産モデルが登場し、それに伴ってフローティングトレモロも復活している。50年代のモデルではシンクロナイズドの綴りに誤りがある。1964年に発売された、 フェンダームスタングに搭載されたユニットで、それまでのスプリングがボディに接続された方式と違い、ブリッジとテールピースが直接スプリングで繋がれており、アームも直接テールピースに取り付けるようになっている。そのため、アームの操作感は非常に軽いものの、ブリッジが元の地点に戻りにくく、アーミングするとチューニングが狂いやすい欠点がある。ギブソン社で、 専用設計されたビブラートユニット。スプリングではなく、歪曲した板の力を利用する板ネ方式のビブラートユニットである。表面の金属板はユニットの内部を隠す蓋であり、ビグスビーのように台座を兼ねているわけではない。金属板は鏡面加工されており、ギブソンの刻印が入っている。SG やフライング V などに採用されていた。 1966年、フェンダー社がフェンダーコロナドのために設計したビブラートユニット。マエストロビブラートと同じく板ネを採用しているほか、支点部分に金属のボール状の部品が配置されており、より滑らかなアーミングが可能だった。セミアコのコロナドの専用設計であり、1970年にはコロナドが発売終了したために、2014年現在この ユニットは出回っていない。モズライトのギターに搭載されていたビブラートユニット、バイブラミュートなどと呼ばれることもある。当初はブリッジサドルの前に脱着可能なミュート機構が取り付けられていたのが名の由来。基本的な作動形態はビグスビートほぼ同じだが、ブリッジサドルとテールピース、可動部分が一体化している点が違う。当初は アルミニウムの削り出しで制作されていた。モズライトの創始者セミーモズレーがギルドのために制作したもののキャンセルとなり、モズライトに回されたという経緯がある。そのため、ユニット中央の黒く塗りつぶされた部分にギルドのロゴを削った跡がある。これはすぐに、真鍮の胃物にクロムメッキを施したものと、オクターブ調整の可能なローラー式サドルをセットしたに、 変わるが、名称はそのまま受け継がれた。テールピースの弦を通す、穴の位置、高さが弦によって変えられており、ピッチ変化量が、格弦で一定になるよう配慮されている。つまりアーミングしても和音があまり崩れない。他のビブラーというとは、和音が崩れる。これは、後のスタインバーガーとランストレムの思想と一致する。ピッチの可変量を調整する機構も考案され、パテントを取得していたが、 気候が複雑化する欠点があったため、採用は見送られている。ネット・スタインバーガー、スタインバーガーの創立者は、ビブラミュートがトランストレムと同様の思想で作られていたことを、後年になってから知り、非常に驚いたと語っている、ギターマガジン氏のインタビュー。モズライトの1966年製品からは、アエン金製のモズレイユニットに置き換えられた。 ビブラミュートよりも若干トレブリーな音質となる。ロック式ビブラートユニットの元祖的な存在。シンクロナイズドトレモロを原型としており、その代替部品として、ストラトキャスターに後付けされることが多い。弦をナット部とブリッジ部で挟んで固定、ロックし、この部分での弦の摩擦、チューニングの狂いの原因を、ほぼ根絶している。シンクロナイズドトレモロは、 ユニット用道の視点が6本の木ネジになっており、近年は改良版も登場している、視点の位置が正確に定まらず、視点部分での摩擦抵抗も大きい。フロイド・ローズの視点は左右2本のみで、しかも鋭角に成形されており、視点の位置のズレや、摩擦抵抗がほぼゼロになっている。そのためチューニングの狂いがほとんど起きず、アームの操作感も軽い。 シンクロナイズドトレモロに比べ実質的な現長が短くなるため音程の可変幅がさらに大きくなる。特にアーミングアップキャビティを設置した場合には大幅なアームアップを行うことができる。アーミングに伴うチューニングのクレイをほとんど解消し多くのギタリストにとって福音となった。その一方、ナットとブリッジの材質や構造が元のギターとは別のものに変わり、 弦をその素材で挟み込んでしまうため、そのギター本来のサウンドが失われる、どんなギターに取り付けても、フロイドローズ特有の音になるという点を問題視する意見もある。そのためチューニングが多少狂いやすくなるのは承知の上で、ナットはギター本来のものを生かす、ナット部で弦をロックしない方式のアリューユニットも登場した。近年特殊なボールエンドを採用した。 スピードローダーが発売されていた。これは、ナット部分のロック部分とブリッジサドルのロック部分で弦を固定すると同時に弦を張ったのと同時にチューニングが完了するというシステムで前述したスピードローダー専用弦が必要となる。チューニングの細かい狂いは通常のフロイドローズ同様、ファインチューナーを回して行う。しかし専用の弦が必要となるなどの不便さが露呈し、 市場での評価を得られず、姿を消している。スタインバーガー社の製品に純正装着されていたビブラートユニット。ペグやヘッドストックを持たないデザインで、ナット部分に弦のボールエンドを引っ掛け、ブリッジ側にも同様にボールエンドを引っ掛ける。このため、スタインバーガー社の製品専用のギター弦が販売されていた。最大の特徴は、 格言のチューニングを相対的に保ったままアーミングをすることが可能という点である。さらにトランストレムならではの機能として、ワ音の平行移動を利用したチューニングのロック機能がある。アーム基部に階段状のノッチを刻んだロックピンがあり、ノーマル状態からダウン3段、アップ2段での固定ができる。これによってわざわざチューニングし直すことなく、 アームの操作だけで一音下げチューニングなどが簡単にできる。ただしこの機能を使うためにはトランストレム専用のダブルボール源が必要となるほか、細かい調整が必要で煩雑となる弱点がある。トランスポーズ機能のみならず、独特の柔らかく滑らかなアーミング効果を好むギリストも多い。このトランスポーズ機能を省略したものがエストレムとして発売されていた。 ブリッジの固定はアームではなく、ボディテーブのチューニングノブ横にあるレバーを使用して固定する。ギター用以外に、4弦ベース用のトランストレムベーストランスポーザーも存在した。2009年現在は、大幅な商品ラインナップの整理が行われ、ポーランドズウォティ3に採用された、トランストレム3及び、 廉価な入門機種スピリットシリーズに採用された R トレムのみ流通している。また現在は現行モデルのみならず過去に生産された各モデルのスペアパーツの供給が大変困難な状況となっている。トランストレム第一連のスタインバーガーのパテントを所有するヘッドレスギター専用のダブルボールゲンはダダリオやラベラ等から発売されているが、総じて流通量は少ない。 特にラベラの弦は、メーカー自体が小規模なため、大量生産が望めず、安定供給が難しくなっている。ケーラー社が開発し、販売している、ビブラートユニット、構造上の弦への負担や取り付けによる音質の変化、などの欠点はあるが、シンクロナイズドトレモロや、フロイドローズなどとは異なる構造から来る、滑らかなアクションを好むものも多い。以前は、 メインのアームの他にも手のひらでビブラートをかけることができるキャットテールアームを取り付けてあるモデルも存在したが現在は市場から姿を消しているまたフェンダージャパンから発売されていたストラットに使用されていたフロイドローズライセンスのスパイダートレモロも存在したビジネス上の様々な問題から生産がままならず長い間市場から姿を消していたが 諸問題が解決した2006年に生産を再開、荒い貿易が代理店となり、ライセンス生産品ではないオリジナルケーラーの販売を開始した。ギター用のユニットのみならず、ベース用のトレモロユニットも製造しており、ビクター・ウッテン等ベースソロで、それまでのベースにはありえなかったテクスチャーを加える、ベーシストが使いしている。近年、五弦ベース、六弦ベースといった、 タゲベース用のトレモロユニットを製品化した。シャーラー社が開発し販売している LP、ビブラートユニットとデスポールに代表される TOM ブリッジのギターへ、比較的簡単にビブラートユニットを付けられるように作られたもの。ユニットの裏に細いコイルスプリングが5本あり、アーミングに対応させている。張り具合の調整はできない。薄い板ネが、 各スタッドボルト部に2枚ずつ計4枚あるが、これはアーミング用ではない。ユニットが蒸気コイルスプリングで引っ張られすぎないように制限するもの。これがないと弦を外した時に可動部分がコイルスプリングに引っ張られてスタッドボルトでボディに固定される部分から外れてしまう。この板バネと可動部分にはアーミング時に擦れ合って摩擦が生じる。そのため、 アーミング前後で可動部の角度が安定しづらい。潤滑するメンテが不可欠となる。薄い板金を重ね合わせた隙間も潤滑した方が良い。共に音程の安定化に効果が大きい。というか、潤滑しないと音程のズレが大きい。サドルはローラーサドルとなっている。ブリッジの高さ調整はスタッドボルト、スタッドアンカーに入れるボルト部分に被さる筒状のナットを回して行う。 これは六角ナットと一体成形されているが構造上六角ナット部は薄くボディとの隙間も狭いため弦を張った状態でブリッジの高さ調整がしづらい問題点があるキットには付属品としてが付属するは見止めに違和感があるのでブリッジ用アンカーからアースが取れるように改造するのも一つの方法ステッツメタルアーツ社が製造する リブラートユニット。基本的に、無改造で取り付けが可能であり、レスポール等のアーチトップギター用や、テレキャスター用、ストラトキャスター用などのバリエーションがある。構造は、ベースプレートの上で、小さな2本のスプリングで支えられた、ブリッジブロックが前後に移動することで音程を変化させる。ブリッジは、中央、マチックタイプのものが使用されている。 ベースプレートとブリッジブロックの間にはローラー型のベアリングが挟まっておりそれにより滑らかな動作をする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。